さあ、現代の音楽展2014の最後第4夜は弦楽オーケストラ展21世紀の弦楽の魅力というタイトルです。制作担当の金子ひとみさんに来ていただきました。早速お伺いしたいと思います。はい、この演奏会の、あらましをご紹介いただけますでしょうか。日本現代音楽協会でたくさんの演奏会企画されているんですけれども、どちらかというとですね、いつもものすごく難しい、超絶技巧のもう演奏家ももういっぱいいっぱいのもう楽器を壊すんではないかみたいなものが多いんですけれども、今回はそうではなくて広く、アマチュアで音楽を楽しんでいらっしゃる方も含めて演奏できるような作品を集めて、今後の21世紀のレパートリーにする作品を発表したいなということで、企画が始まりました。なるほど。で、弦楽オーケストラってことなんですけれどもね、今回は特にその演奏家がね、大変若い方とに協力していただくことになってるんですけども、ぜひ演奏の陣容をご紹介ください。はい、演奏は東邦学園大学の弦楽器専攻生の有志たちということで、かなりですね、うまい、若いんですけどもうまい人たちで、新しいものにも意欲的な人たちが立候補して乗ってくれてますので、なかなか期待できるんじゃないかなというふうに思います。指揮は東邦で、教えてらっしゃる高橋弘明さんです。楽しみだと思います。ね、高橋さんね、現代音楽もたくさん、そうですね、指揮されてるし、ね、楽しみな演奏会になりそうですね。はい、そしてまた今回会場もね、いろいろその会場との提携もできたようで、府中の森でした、ね、そうですね、はい、府中の森というね、京王線の東府中の駅からちょっと行ったところになりますけども、はい、ホールの方のシリーズとしても取り上げていただけてそうなので、はい、おそらく地元の方も大勢、ね、ご来場になられると思うんですけども、皆さん方もぜひぜひ、会場に足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。出品作曲家がかなり大勢いるんではないかと思うんですけれども、はい、ざっとご紹介していただけますか。はい、大勢いるのでちゃんと読みます。はい、佐藤正弘さん、高知拓夫さん、近藤光平さん、増本菊子さん、三宅康弘さん、六里庵正岡さん、以上の、6名ですね、の新作、再演作もありますけれども、近年では久しぶりに聴ける作品なども含まれています。そうですか。ということで、今年の、現代の音楽展のフィナーレは、弦楽オーケストラで飾るということになっています。若い方々の、ね、演奏によってきっとフレッシュな、瞬間が誕生するのではないかと楽しみです。皆さんぜひご来場ください。金子さん、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。